魔女の旅は白石上義による日本の長編小説。書籍版イラストはアズールが担当している。2014年にアマゾンキンドルで公開された自費出版小説を書出としており、大幅化筆修正された形でがノベルで2016年4月から刊行されている。キンドル版のイラストはミヤが担当した。魔法が存在する中世に似た世界を舞台とし、 その世界で旅する魔女、イレーナが様々な場所や人を訪れる連作短編集となっている。メディアミックスとして、2018年3月、漫画版の連載とドラマ CD 化が発表された。スピンオフとして、2017年3月13日にが、文庫より、リリエールと祈りの国が刊行され、2022年1月には、 祈りの国のリリエールと解題して新たにが述べるより観光予定。スピンオフのコミカライズはがコミックにて連載予定。本作は魔法が存在する中世に似た世界を舞台とし、その世界で旅する魔女、イレーナが様々な場所や人を訪れる連作短編集であり、一つ一つの話は長くとも中編程度である。基本的には一話完結だが、話と話に、 つながりがある場合があり、第3巻では短編集でありながら、各話に伏線を交え、見方によっては長編のようにも読めるという形式になっている。物語は基本的にイレイナ、あるいはその他の人物の一人称で語られ、3人称視点は用いられない。2014年に Amazon Kindle で公開したが、売れ行きは順調ではなかった。 作者自身が2チャンネルのニュース速報 VIP 板で本作を宣伝するスレッドを立てたところニュースまとめサイトに取り上げられて一躍話題の作品となるその後大幅過失修正された形でガノベルより2016年4月から刊行されている本作を連作形式にした理由については読者が気軽に読んでもらうようにすることと 明るい話と暗い話の両方を書きたかったと前述のインタビューの中で説明している。なお、タイトルの旅という単語は当初にタイトルとする予定だった魔女の旅では安直すぎ、他のものと被る恐れがあると考えた作者による造語である。括弧内の人物名や声優名は漫画版、テレビアニメ版で設定されたものである。担当声優は ドラマ CD 版及びテレビアニメ版ともに共通。七尾一気による漫画が漫画アップで2018年11月29日から連載。ガンガンオンラインでも連載中。2020年10月から12月まで ATX 他にて放送された。最終話では様々な姿のイレーナが登場し、イレーナ役の本土が一人22役を演じたことで話題になった。 イレーナ役の本土楓による、ウェブラジを、魔女のラジ配信するのは、そう、私イレーナです。が、おと泉にて2020年10月1日から12月24日まで、各週木曜に配信。ありがとうございます。